ちは、よしみです。チャンネルをご覧くださりありがとうございます。前回配給のシーズン1エピソード1を初めて見たんですけれども、主人公がどういう経緯でバレーボールをやってきたかっていうこととか、ライバルであり仲間にもなりそうなキャラクターの登場とか、いろんな諸設定が分かりましたし、やっぱりバレーボール特有のこう粘り強さの中に戦いの面白さがあるみたいなね、そういうシーンにちょっとうるっとする場面もありましたけれども、本日は続いてエピソード2を見ていきたいと思います。高校からが本気のバレーボールのスタートって感じ。やっぱり仲間になっちゃったね。第2話、カラスノ高校配球部。この恐ろしい顔は間違いようがないよね。影山飛びよ、日向翔陽、飛びよに翔陽ね。身体能力よ。今から仲間仲間。ちょうどセッターとアタッカーだしね、いいんじゃない。落ちたんだ。そういう事情でここにいるんだ。先輩たち来たよ。あ、出た先輩たち。影山背高いんだね。180。記憶にあるんですね。有名人じゃん。見てた人たちか。このグレーのほくろの先輩はなんか重要キャラな雰囲気するよ。そうね、女子と混じったり走り込んだりしてたけど上達したかしら。つないでなんぼですね。先輩を無視。これ教頭？バトル始まっちゃうの？練習してたビューティーズたちと。なんかバトルが始まる雰囲気の音楽流れてるね。ジャンプサーブ覚えてきたのね。今もうみんなジャンプサーブだからね。なぜ何かと問題にしたがるの京都。ナイス。少年漫画的なナイス展開。突っ込むね翔陽さん。よかったね。これはやばい案件だったけど。これ以上先輩無視したら怒られるよ。人間ができてる先輩だね、怒らないって。
ガラスの弱くなっちゃったんだ。ああ、この時ね、運命的だね。なんかその試合知ってるっていうところが、小さな巨人、10番怒ってんのね。優しい先輩が一番怖いからね、怒ったら。先生みたい。予想外の展開だわ。仲良くなんなきゃダメなのね。確かに。素直。分かる分かる。上手い人って全部自分でできたらいいのにと思うんだよね。意外と翔陽さんツッコミね。どうする気？なるほど。それは結構明暗なんじゃない？いきなり組むのよ。一人だったからね、部員。廊下。確かにね。でかい体育館の自分が主役になったみたいで。強いやつだけだからな。どうすんだ。多分二人で行かなきゃ門前払いだぞ。ちょうどポジションもいい感じだしね。嫌なことだって俺は我慢できる。お前がどんだけ嫌なやつでも極力視界に入れないように頑張れ。こっちのセリフだバカ野郎。マネージャー。もう新キャラ。あら、またクールビューティーな感じで。すごい。分かってる。かわいいね。すごい分かってる。いいチームになりそう。そうですか、そうですか。そういうパターン。新キャラが登場の予感。先輩たちもだいぶ面白いね。そうですよね。大地先輩、なかなかな先輩だね。期待値高いのかしら。まあ背が高いからね。
こだわりあんのね。セッターもかっこいいし、リベロもかっこいいし。熱くなってるね、トビオくん。上手なセッターで背が高いと結構強いよね。2年の人、田中先輩ね。いい先輩や。朝練ね、朝練の前練ね。そうなんだ。あ、田中パイセン、めっちゃいい先輩。ここのね、シーンね。見ただろ、影山はずば抜けた実力を持っていたはずなのに、いまいち結果は残せていない。あの個人主義じゃチームの足を引っ張りかねない。すごい見てんだね。影山と同じチームに日向がいる。実力はまだまだだけど、類稀なスピードと反射神経を持ってて、加えてあのバネだ。セッターに恵まれなかった。セッターどころか、どのメンバーもいなかったよ。まあそうなるよね。憧れの人がいるんだね、カラスの OB に。いやー、いい展開になってきましたね。影山は強豪校に行こうと思ったけど落ちて、カラスノに入ったということで、影山も日向もカラスノで再会したということで、やっぱりね、二人とも、まあ、セッターとアタッカーということでコンビになるんじゃないかってい こう期待を裏切らない展開でございますね。かなりね、カラスノの先輩たちがいい人柄の方たちで、すごい爽やかなスポーツマンシップにあふれる人たちで、まあ、チームを強くするためっていう志もあるでしょうし、新入部員のね、才能も見抜いていて、どうすれば強くなるかっていうことも、まあ、すごく自分たちなりにすごく分かってて導いていってる感じがしますよね。ここで面白い展開になってきましたね。先輩たちと3対3で試合をするっていうね、この試合は勝つのか負けるのか、一体何が起こるのか楽しみになってまいりますが、また次のリアクション動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは。本日もチャンネルをご覧くださり誠にありがとうございます。皆様のグッドボタンやコメント、チャンネル登録のおかげで動画を更新できています。メインチャンネルでは様々な歌ってみた動画や弾き語り、 Apple Music、Spotify、その他配信サイトでは作詞作曲編曲すべて自身で行ったオリジナル曲を配信リリースしています。 Twitter、Instagram もチャンネル概要欄からぜひフォローしてくださいね。お待ちしております。